イニシャル D でプラスにします。でももう2万2000円使ってる持ち込み50枚、大ピンチです。普通にピンチ。お、早速ブレイで、お、早速すぎるな。はい、ボーナスは当たっておりませんが、ドリフト目でドリフトルーレット。あ、しかも赤じゃん、いいね、最高。あるかも、そのまま発展しちゃいして、お、これあるんじゃない、もしかして。ないの。クラシックステージ行きました。いや、これはチャンスゾーン当たってくれておかしくない。持ちコイン内でどうにかできちゃうかもしれん。大丈夫かな。レースゲームやだな。あ、レースゲーム、レースゲーム対決。うわー、うそ、おー、やった、復活した、よかった、チャンスゾーン入りました、早い。よし、これでもう速攻で決めちゃえばいいですね。CR イニシャル D が一番好きです。青い、うわー、キナスピードスターズちゃん弱いやつ。まあでもなんとか奇跡が起きれば当たるかも。おお、そうなの。いきなり赤、え、もう当たってるじゃん。この前になんか消えてたってこと。え、何この神展開。やだ、なんか最初からイニシャル D 打てばよかった感がすごい増すんで、ちょっとあんまり、いや今だからね、今だから引けた。もう当たるじゃん。え、これで外したらショックだけど、赤まで行って外したことはない。なんかめちゃめちゃチャンスパターン出るし、あー、そしてチェリーを引く、チェリーを引く、チェリーとかそれが 6% ぐらいですよね。で、残念ながら追加投手にはなっちゃいましたけど、失礼します。なんか途中で発展してくれたらよかったのにな。大丈夫かね、失敗でなりません。絶対くれい、どこだ、やったー。めっちゃすぐラッシュ当たった。追加投資1000円、総投資2万3000円の43ゲームですね。チャンスゾーンクリアです。ミニ D 最高っすね。こういうことあるからね、好きなんですよ、まあ、これが単発で終わるかもしれないですけど。あ、そこからね、ダッシュ。あー、しかもナツキだ、いいよ。もしかしたら AT レベル2とかあるかも。出てくるキャラに注目ですね。いや、マジで一生マコさゆきでいいな。マコ
崎も負けるしなと聞くタイミングですよね。ヤヤクとボーナスと、いやでもマジでこれで1000枚超えとか普通に行くときは行くんで、そうするとプラス行きも全然夢じゃない。おいいよいいよその感じ、いいねいいね。マコサユキよし、まあ、相手レベル2じゃないかなと思います。だけど油断はできない、余裕で負けれちゃうんで引いてこ。お引いてる、なんかちょっと待って、スイカか、あーチャンス詰めたと嬉しいけどスイカでも 50% ある、どうだろう。お思いっか引く、おお待ってよ、これは当たってるか、うん、大丈夫だ。バカなバカな、はいはいはい、うん、お緑、おあ奇数か、奇数示唆、今日まず今日奇数示唆ばっかやな。おお、しかもマーカーさん駅で勝率アップです、勝率期待度アップ、まあいけるでしょう、しっかり AT レベル2だ、おそらく。あとはボーナスとかがね、うまく絡んでくれて値段は増やせれば、あ、予告大丈夫です、勝ってる、はい、おい、そしてなんかチェリーも引く、はい、ボーナスここでいければな、マコサユキのエピソードが30ゲームあるんで結構でかいんですよね、めちゃレブ、おーおお、池谷先輩、はい、白、おお、またマコサユキちゃんと来る、嬉しい、うん、マコサユキはマコサユキね、油断は禁物、はい、良きです、順調です、まあ枚数もまあまあかな、白か青いだ、高橋圭介だけは出てきてくれるな、おチェリーか、どう、はい、スタートまで、さあ、おおおおお、上の世界びっくりした、チェリーで上乗せでした、30ゲーム、この上乗せはでかいですからね、レア役の直乗せ、このゲーム数に余裕があるうちにぜひとも展望台行ってスノーバトルに行って勝ってほしい、お、待って、ラスト、ラストゲームでドリフト面引いちゃう、はい、展望台行きます、で、ここで減算ストップするんで、いやこれはスノーバトルに行こうぜ、おお、入
早い。いました。いやもうこれ勝つでしょ。この流れも勝ってくれないと困るよ。これは僕スペシャルステージ、はい、怒りのエキゾーストの出ちゃうの？勝つ？やったー！負けねえよ。よし。すごい。望んだ展開です。スペシャルエピソードをゲットです。やったー！で、この4セット目のバトルも須藤になりますからね。まあ、ほぼほぼ勝てるでしょうと。走り始める新たな。で、まずは30ゲームのエピソード、その後覚醒の上乗せ突破ゾーン。頑張るぞ。お、うん、あーボーナス引けたらな。はいか、とりあえずソード終了からの確認確定です。はい、まあ3桁いけたらめちゃめちゃいい方ですよ。ゲームは乗る。なんかレア役2回ぐらい引けたらね。500枚とか。ちょ、なんかレア役。うぐらいは攻めて。ダメだ。ちょ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 。終わったー。弱っ。40ゲーム。匠覚醒はね。こんなもんだ。まあでもちょうどスタートのね、ラウンド開始画面で何もキャラ出てなかったし。おお、何ボーナスじゃない、今のリプレイかい。はい、あ、激アツやった。でももうちょっと前だったな、ボーナスいくんだったら。はい、いただきました、ボーナスです。よし、ビッグボーナス、ここでも上乗せ、頑張ります。すごい欲深いこと言っていいですか、完走させたい。なんでなんでなんでゲーム、ゲーム、いや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 、誰もジャギのコスプレ見たくないですって。もう最初からコスプレするの前提で喋ってるんだもん。なぜ私が負けるとお思いですか。まだプラス2000枚残ってるんですよ。そのぐらい残せてるんですよ。まあ、いつも上乗せはこんなもんなんで、なかなかね、てか1回もレア役すら引けなかったんだ。はい、でももう665枚も出ております。このまま一気にいこう。で800枚出るでしょ。900枚は見えてる、ほぼほぼ。お、チャンス面は10ゲームなんだよね。チャンス面少ないんだよな。でもでもここからなんもない。いいか、結局はなんとなくいった。よし、で須藤出てきますね。ここは大事に行きたいけど、まあ、大丈夫だと思います。あ、いいね、強い強いよ。
か、2個ついた。おっ、あー、これもうどっちもついてるんで大丈夫なやつ。よし、スーパーゲット。はい、よし、青か、うん、ゴリゴリの奇数です。5戦目か、と中里庄司の割合が高くなっちゃうんでお願いします。お、庄司、まあいいでしょう。チェリーを引きます。お、来た、どれ、チャンス目、と鳴らしてくれますかね。もう一回なんか弾いてんの。はい、はい、手順確定です。よっしゃー、上手ー。お、すごい、ほほ、あ、いや、ボーナス当たってんじゃんだよね、多分リーチ名ですので白いけど、あ、ボーナスだ、素晴らしい。あ、さっき触れた時のリプレイかな。さあ、バトル中にボーナスいただきましたのでエピソードも付いてきます。すいません、これは1000枚余裕で超えますね。なんでそんな嫌そうな顔するんですか一緒に喜んでください。うん、1000枚オーバー、5ゲームしか乗せれんかった。エピソード、庄司だから20ゲームか。ここでボーナス引いたら覚醒ですよ。残念ながら覚醒は得られず、ゲーム足してありますね。いや、あとは本当出てくるメンツが、対戦相手が、まあ、もう枚数もね余裕でまくってるので、このまま行けば大丈夫なんじゃないかな。もう私の気持ち的には完走するつもりでいるんで、うん、よし、いや安心はしていないぞ私は。お、お、チェリーね、アイチャンス、うわ、50杯いってるでしょこれ。はい、あ、もうリンボ、よし、OK です。さて、お次は7セット目です。誰かな、よし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 、いや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 、あ、ちょっとなんか危ないちょっと危なそうな気がする。お願い、ちょっと仕留めて、うん、うん、うん、いや、いや、入
いちゃうんじゃないのか。うわあ、ちょっと待って、あのスイカ、あのスイカ頼む、先ほどのスイカ。うわあ、お願いします。うわ、マコ復活は、出ないか。残念ながら引いたのに、スイカ。ヒーロー、あ、急にぐずした、弱ですけど。まあでも結構頑張ったじゃないですか。7セットまで行きまして、1283枚。はい、ということで、かなりヒヤヒヤしましたけれども、最初は。なんとかまくれました。まくれちゃいましたね。なんか本当に最初から2で座っとけばよかったかなと思ったくらいなんですけど。まあとりあえずプラスになったんでホッとしてます。お疲れ様でした。次戦終了です。お疲れ様でした。はい、本日はフリー実戦ということで、フリーに、本当にフリーに打ちたい台を打たせていただきまして、投資がですね23,000円、回収が1216枚ですので、プラス158枚です。よし、危なかった本当に。窓かね、怖かった。なんかもう、まあ、もう少しラッシュ内でこういろいろね、あの上乗せとかもあると思うし、あの広角がねうまいこと使えたらもう少し何かが起こせるんじゃないかなという気はするんですけど、まあ早めに見切りをつけて後ろのイニシャル D に移動して、今日は正解だったかなと思っております。もうイニ D はね朝から目つけてましたからね、なぜ朝から行かないのかはよく分からなかったですけど自分でも、はい、まあ本当にイニシャル D のおかげであれがねいっぱい出てくれまして、まあ、ただいつもマコサイケで負けるんですよ。なんであれがもう少しな、 DT レベルも絶対2位だったと思うんで、頑張ればエクストラステージも行けたんじゃないかなと思っておるんですが、まあでもとりあえずプラスになったんでホッとしております。はい、ということで次回の罰ゲームコスプレはなしです。いや、な、いや、どういうことですか。全然なりません、全然なりませんよ。だってそういう約束だもん。いや、私も負けると思ってました、覚悟してました。全然、あの2枚目ぐらい入った時に、あ、これは今日負けるなって思いました。何のコスプレかなってちょっと自分も考えてたんですけど、まあね、まくっちゃったんでね、まあ、なのでこの調子で、まあ、ただ今日プラス158枚でしょ、まあ、そんなにプラってはいないんで2400枚ぐらいですかね、プラス今トータルで。あと最終回でどれだけ伸ばせるかかなとは思うんですけど、まあ次回最後なんとか頑張って戦い抜きたいと思っておりますので、引き続き応援よろしくお願いします。コスプレでは来ないですからね、フリじゃないですよコスプレじゃないですからね、はい、はい、ということで、最後の最後までですね、見守っていただきたいので、ぜひともチャンネル登録、そしてまた次回もね、まだ継続するかもしれませんので、引き続き応援の方もよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。風がすごい